はい、皆さんこんにちは、おいたんです。今回は BenQ ゾイさんの新型モニター XL2546 のレビューをしていきたいと思います。このモニターの主な特徴としては、サイズが 24.5 インチで、リフレッシュレートが 240Hz、 そして応答速度が 1ms で、 BenQ 独自の代役技術搭載、暗い部分の視認性を高めるブラックイクライザー機能、色の鮮明さを調整するカラーバイブランス機能などが搭載されています。それぞれどういった機能かわからないと思うので、詳しく説明していきます。まずは代役技術についてです。代役とは簡単に言いますと、画面が激しく動いている際の残像を低減してくれる機能です。なので、リコイルコントロールやクリアリングの最中でも画面が滑らかになるので、打ち合いの勝率が上がると思います。次はブラックイクライザー機能についてです。この機能は画面の暗い部分を明るくする機能で、影に潜んでいる敵もすぐに見つけることができます。最後にカラーバイブランス機能についてです。この機能は色の濃さを調整して敵と背景の区別をはっきりさせる機能です。自分の場合は色が濃い方が敵が見やすく感じるので、かなり高めに設定しています。2週間ほどこのモニターを使ってプレイしてみた感想としては、やはり 144Hz と滑らかさでかなりな違いがあると感じました。そして何より、代役技術のおかげでリコイルで敵をなぎ倒すようなシーンが前より増えたような気がします。はい、いかがだったでしょうか。モニターは対戦ゲームにおいてかなり重要なデバイスだと思うので、買って損はないのかなと思います。ではこれで XL2546 のレビューを終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。